1日2日と経つうちにだんだん疲れてしまいまして、ついふらふらと見つけた空き家に引き込まれてしまったという次第であります。ダメなの、ケイちゃん。え？
ケイちゃん。私の声も姿もあの景色も夜の淵に沈めてしまうと、明日の朝日に溶かしてしまうと。それって忘れろってこと？夢はただの夢だから。Thank you.
さようなら、ケイちゃん。無駄よ、もう無駄。今さら隠したところで間に合わなくてよ。我慢するしかないか。あれ、なんだろう、これ。何これ。ケイ。
し、ようこちゃん。いやー、やーっとつながったよ。やっとって遅いよ。あらら、あとちゃんご機嫌ななの？ちょっと嬉しいな。そんなに私の声が聞きたかったなら、ハトちゃんがかけてくれればよかったのに。このテレヤさんじゃなくてね。そりゃ電源切って寝なかった私が悪いんだけど、こんな時間にかけてくるなんてちょっと非常識だよ、陽子ちゃん。